札幌市立西岡中学校は、北海道札幌市豊平区西岡3条12丁目に、ある市立中学校。豊平区西岡1条10丁目から11丁目、西岡2条10丁目から14丁目、西岡3条10丁目から13丁目、西岡4条10丁目から14丁目、西岡5条11丁目から15丁目、西岡福住3条12丁目、羊ヶ丘蒸気区域のうち、下記の区域は、札幌市立西岡北中学校と選択できる指定変更区域。西岡1条10丁目、西岡2条10丁目、西岡3条10丁目、西岡4条10丁目、福住3条12丁目、開校平成12年、えんじ色の2つ、ボタンシングルブレザーに、男子は、グレー基調のノータックスラックス、女子は、グレー基調の V 襟ベストボックススカート。男女ともにネクタイを着用。平成13年令和2年、開校20周年を機に、標準服を改定。紺色の3つ、ボタンシングルブレザーに、男子は、グレンチェックのツータックスラックス、女子は紺地に、青と白のタータンチェックの全開ベストとプリーツスカート。男女ともに、ネクタイはせず、白のポロシャツを着用。令和3、開校40周年を機に、標準服を改定。ジェンダーレスに配慮し、男女区別なく着用できる標準服となった。紺色を基調としたスーツスタイル。A タイプのブレザーは胸下ダーツ仕様で、基本前合わせは左上、男子体型基準サイズとなっている。B タイプのブレザーはプリンセスライン仕様で、基本前合わせは右上、女子体型基準サイズとなっている。胸ポケットに西岡 JHS の刺繍入り。スラックスは A タイプが男子体型基準サイズでワンタックローライズ仕様。B タイプが女子体型基準サイズでノータック、また上が深く体にフィットした仕様。その他フリータイプのスラックスは女子体型基準サイズでワンタックローライズ仕様。スカートは札幌市立中学校には珍しい親子ひだデザインとなっている。指定のニットシャツにワンタッチネクタイを着用。ニットベストもあるが、着用は任意となっている。ありがとうございます。